反復横跳びはテニス部出身の。じゃあいくよ。ちょっといい。ちょっとカメラで。俺チー牛だから受け身なんですよ。要はなんつうかな、ときめきメモリアルで言ったらさ、なんつうの、ゆっくりパラメーター上げてそっからデートこぎつけててみたいな。1年生2年生3年ってあるんですよ。今1年生の段階なの。それをいきなり3年生の状況にしたいってのはつまらない。成功したことがない。人のアドバイス通りに動いて成功したことがない。だからセックスしたかったらソープ行くから。で今日は右手で行けって言ってる。ファイヤー。あれ俺こあれはんあれあれデバイスが認識されません。抽選機にすら嫌われました。何俺壊しちゃった。なんで俺が壊したの本当に。あこっちで、すいません、お待たせ、すいません、ぶっ壊したみたいで。なんで壊れたんだろうね。俺の仕方が強すぎた。あの程度でずれるんじゃ機械が悪いよ。はい、ございます。朝一抽選券ぶっ壊したジャイロです。はい、結果79番。初めて2桁引いたんだけど、この店で。逆にこれだと何打つか困るんだよね。今日はかなり時間に余裕があるんで、ミドルもいけるんだよね。悩むな。こんだけいい番号だと悩む。すげえ悩みます。抽選引いて何打つかって悩んでるところが一番パチンコの面白いところでございますけども、ありとあらゆるところに面白い仕掛けがあるのが堺市中区の特徴なので、店内入ってからいろいろ見て台を決めたいと思います。はい、おはようございます。よろしくお願いします。本領言えばこれが1パチじゃなければ大きい見本桜マックス打ちたいんだけど、さあどこから行こっか。今日は79なんで割と見るとこあるんだよね。まずちょっとアマから見るか。今日は時間があるからミドルでもいいけど、すげえ石崎どうすかな。石崎もありだよな。これがアイマリンか。すいません、決まった。簡単に決まった。多分これだ。アイマリン行きます。海さんあるすもちょっと見とくか。ああここもそうだ。ここもいいよ。今日はあの同じ台でもメリハリがありますね。だから横の比較ができるんで、こういう時ってやりやすいです。地中海はここだね。でも 3R2 もいいけどな。でもあーどっちにしよう。いやこっちにしよう。主張も考えないとね。というわけで合間に打っていきます。じゃん、5000円で。で割と変わ、いろいろ変わってたりするからおっかねんだけど、アイマリンてか沖縄5、今までの近江4とか沖縄4みたいな解説はちょっとできないかもという言い訳をしてから打っていきます。で、まあ、99.9分の1でどの図柄で当たっても ST に入ります。で ST 中の確率 99.9 分の1。 ST 中の引き戻し期待度が 46% ぐらいだったかな。まあ今までのね海の甘味とスペックはほぼ変わらんので、そこら辺はねもう海の甘デジ大好きって人は分かっていらっしゃるかと思います。まあ本音を言うと僕実は甘デジって言い方昔大嫌いで、甘デジってなんか甘いイコール勝ちやすいっていう感覚になるじゃないですか。そんなことは実はないのに甘デジ甘デジ甘甘とか、甘デジっていうやつの頭の中の方こそ甘いんじゃないのって思ってたぐらい。だから僕はあのパチマガのいる時とか、甘デジって誰かが言うもんなら、は甘デジ羽デジでしょって言ってたぐらい。羽デジだと分かるのよ、当たりやすいデジパチってことで。なんか甘デジっていうとなんか簡単に勝てる勝ちやすいみたいなイメージを持っちゃうからね。実際そういうイメージ持ってる人いるけど、甘デジって勝つのが一番難しいジャンルです。まぐれがねえから。例えば大当たりの出るのが30個違うと回転率に相当影響します。昔ね藤昌司さんの甘デあの海物語に近いやつの甘デジなんてやつだったかな、打ったので1日で99回ぶち当てたんですよ。試しに出玉を狂気出玉でやったら26回転だったのを
狂気出玉から30個少なくしてみたの。1000あたり29回転で出て3回転変わったんですよ。30個変えるだけで。30個削るってなると普通のミドルでいったら150発削ることになるから結構やべえことになるんだけど、まだ昔のねデジパチってアタッカー付近のちょっとキュッて締めると出玉を減らすことができたんですね。まあそれで出玉関係の把握も大事だったり、すげえいろいろ難しかったから、硬いだけになかなかお店もね開けてくれないんですよ。開けたところで僕みたいなクズにぶっこ抜かれるだけなんでね。他にもいろいろ技術管理が効いて、電柱抜けるときこれ初当たりをたくさん取れちゃうので、ミドルだと実は残保留ってそんな気にしなくていいのよ。でもアマの場合は初当たり電柱抜けるごとに4個で保留が溜まってるから、それだけで1日でね、例えば通常時2000回したら20回当てられちゃうから、20回かける4で80回転ぐらい上乗せできちゃうんだ。だから回転率もたくさん当たった日って普通に計算するとめちゃくちゃ跳ね上がります。逆にめちゃくちゃ当たんなかった日は左だけの回転率がしっかり出たりと、ジャンル的には難しい。だからアマデジで勝ってる人間は基本的にうまいと思ってます。おいチャンス目つけるハゲ、チャンス目。今フグが出てきてリーチになるかならなかったんで、フグってねチャンス目引っ張ってくることもあるんですよね。で図柄が38ってずれてるんで、でも中スタートならいいんだけど、これでタツノオトシゴが来ねえし、ボブタンはバイブしねえし、どうだろう。チャンス目作る可能性もある。まだチャンス目か。3回、沖縄4だったらこの時点で魚群が濃厚ではあります。あ、当たりましたね、当たりました。魚群が出て当たります。すいません、泡でした。あ、バイブした。しんべヱ当たりですね。まあ俺が当たる言うたら当たるんですよ。当たるって言った要因は2つ。まずチャンス目船長が3回、ただ沖縄方と違ってあれかな、なんだっけ、沖縄方だとチャンス目がガセることがあったんですよ。しっかりチャンス目が3回続いたら大チャンスだったんですけど、沖縄5はそういえばどうなってるか分かんない、海元で。ただ今の変動が絶対対象なのは分かってて、タツノオトシゴが出たんで、タツノオトシゴプラススーパーは激アツなんでね、これはアマデジだし刺さったなと。多分ですけど今初めてジンベエ出したんですよ、沖縄5シリーズで。もしかしたらだけど変動開始時にボタンバイブをする場合、ジンベエはもう否定なのかも。今変動開始時にボタンバイブなかったじゃん、だからジンベエが出たのかもしれない。あれ近江4スペシャルだとボタンバイブ2回、要はブルブルチェンジ2回出たら、当該変動で2回出たら当たりだったんですよ。下段滑りでブルブルチェンブルブルチェンブルーってして、リスーパーチにブーンってしたら当たりだったんだけど、その法則があるかもしれない。採用、ここでへそを消化するか悩むよね。へそに当たりがあるかどうかの自信がないときは打っちゃうんだけど、これでさ、へそに当たりがあるかどうかの見極める能力があったらね、面白いよね。へそに当たりがあるって分かったら STG へそで消化させ、あ、ウグだ。リーチがかかればスーパーで、多分 STG はあのチャンス目は出ないと思います。せっかくな、奇数で刺してもな、そう奇数で刺しても次回が確定しながらやっぱイライラしちゃう。その分偶数でチャンスがあるとはいえやっぱイライラする。おお、こっそびっくりした、はっきり分かりやすいんだね。でこれ多分光り方で、お、あー失敗した。マリンちゃんなったのに、アイマリンモード、ボタン押さないとならないんだね。今回アイマリンモードにしてみました。一発告知ですって。テンパったろ、あ、でもダメだ。あ、ホテポド炎目じゃないからダメかなと思ったけど、あれ、あ、ごめん、これでも当たりとは限った、やりました。当たりとは限りません、テンパっても。そうだ、近江砲のブラックの前半の10回転みたいにテンパったら当たりに見えるけど、テンパっても絶対外れます。今たまたま当たっただけ、なぜかは分かると思うんだけど、あ、説明いる、説明いる、いる。こういう質問するやつってうざいよね、ごめんね。なんでかっていうと、モードを変えても消化効率を同じにしなきゃいけないから、要はアイマリンモードでリーチになって鉄板にしちゃうと、他のモードでも ST 中のリーチは鉄板にしなきゃいけないはずなんですよ。だから今のは十分外れる可能性はありました。逆に言うと、今アイマリンモードにしてなければノーマルリーチで当たってたはずなんで、あの時間の長さから言うとね、多分泡が出て、うわ泡かいよ、あ、ノーマルやった、
これならっていう興奮ができてたと思いますね。あ、続ける。おい、ぶね。ね、これで炎目の時もあると思います。で、炎目に当てたら多分、炎目だったら多分天敗濃厚でしょうね。で、光るやステップ1、ジュイ2、ドン。多分炎目だったら天敗濃厚じゃないかな。あ、同時、これ天敗あります。だから今ステップ3まで行きましたね。いや、泡スーパークセ。あ、でも赤いから行ったか。行ったね。今天敗だなって言ったのは、今まで上が止まって下だけグイーってきたんだけど、上下同時だったからこれおかしいなと思って、そしたらステップ3になったんで、よく分かりました。誤りモードがまずステップアップがあって、ステップ2まで行ったら天敗青で、ステップ3で天敗で、ステップ2でもステップ1でもステップ3でも多分どれでも天敗あります。天敗った後はアイマリンのスーパーになるタイミングでババババって一発告知したらノーマルリーチで当たる。さっき3、4層だったんだよな。で、今スーパーになった後アイマリンのウィーンが来てバシンって言ったんだけど、あれ多分青あると思うよ。ステップ1、ステップ2だとダメか。今ステップ2で止まってて、で多分これでも今ステップアップでないけど、スンスンって言ってビタってテンパる可能性もあると思います。多分そしたら当たり濃厚かな、この形でね。あ、テンパらないかもしれないけど、もしテンパイするとしたら当たり。これもちょっと弱い、上下同時じゃないから。ステップ2、あー、ちょっと弱いか。あー、ダメか。ただ今回奇数で当たってだったんで、いやー、でもやっぱ奇数、これ 57% が奇数で当たるんだよね。太鼓だったらあいつ確か 55% 振り分けあるから、太鼓だったらこれループしてんだよ、チキショー。まあ抜けるとき、あ、ロング、あ、そうだ、こいつガセるんだ。これがイライラする。時短中のロング変動がガセるのが。沖縄4を打ってた人間としては、時短中のロング変動はサイレント疑似年濃厚だから激アツだったのに、ロング変動が全然熱くねってんで、何考えてんだこれらって感じですよ。あ、でもどうだろう、タツノオトシゴで出たけど泡だしチャンスアップはないから微妙かな。おう、だった。今タツノオトシゴがあったのが要因ですけど、今の外れる可能性も十分ありました。で、あとやっぱ大当たりラウンド中にできれば玉をたくさん取りたいですよね。昔の海物語なんかは点打ちしてるだけでよかったんですけど、これも点打ちしてたらちょっと変わるかな。一応ちょっと強めに打っといて、ここら辺にぶち当てて、ちょっとひねると右にやれるぐらいのやつで、左右から拾わせるとちょうどいいと思います。このぶっ込めの矢印のさらにもう一個上、ここら辺にぶち当てておくといいですよ。6発目が入った瞬間に右だと、あ、ちょうど良さそう。ちょっとアイマリンモードもう少しチェックしていきましょうかね。で、電サポ中ですが、チョロジにするとこっちに寄る球が多分増えるんで、電サポ中は僕は強ぶっ込み打ちをすることが多いです。ステップ2、あー、ちょっと微妙か。テンパってほしいけど、ステップアップはなし。ステップアップなしで当たるのかを知りたいところですね。これね、ピュッて進んで、おい、ラス1だよ、ラス1。あ、テンパイですね。ただ、あ、レッツゴーの文字が赤くね、これダメ癖。あ、でも金だ、黄色金、どっちこれ。あ、ダメか、どっちだ、金黄色、あ、和ですね、多分内部で。よく分かりました、よく分かった。うわ、僕海マスターというかパチンコマスターなんで、あれでも全部分かりました。まずテンパった後のレッツゴーの文字が赤と普通があります。イルミもやっぱり赤はチャンスアップっぽかったですね。多分あれ黄色なんですね、金じゃなくて、青じゃなくて黄色と赤があるみたい。3種類は用意してないと思うんですよ。だから多分黄色が泡みたいなもんで、赤なら魚群みたいなもんだと思ってください、期待度的にね。なんだ、多分おそらくそっちのイルミの色よりレッツゴーの文字の色の方が大事だと思います。あそこが黄色だった時点で終わったなって思ってください。逆の手振れよ、腕へし折るぞおめえ。
今うわって笑いながら手振ってさ、当たりずから外れた後に許してだよ、ちょっと許せないよね。おお、ショートバイブした。あ、まあ、でもちゃんこれは弱いですね。でもこれ当たるんじゃねえか、さすがに魚群音符タッチ音符もいいですね。これはさすがに当たったかな。よし、逆の手振りました。こっちのチャンスアップはないけど、魚群で逆の手振ってバイブもついてるんで当たんなきゃ困るレベル。よし、 OK。 しかも今回保留がゼロの状態で当たったんで、これはうめえ。アマデジは初当たりがすごく増えるので、保留が少ない状態でいかにぶち当てるかも大事です。だからアマデジ系打つときは絶対に先読みカスタマイズできるんだったら先読み強いにしといた方がいいかも。いち早く当たりを察知しないといけないんで、例えば、まあ、当たりって分からず打ってたらリーチかかって魚群で当たるまでずっと打ってたら40発ぐらい打ってるんだよね。その40発まるまる得したようなもんだから、まあここに入ったりするから40発そのままなくなるわけじゃないけど、大当たり中や時短中に保留4つ埋められるから4回転分得したんだよ。回転率4回転上乗せだと考えてもいい。こういうところでも結構差がつくんで、皆さんも保留には意識を。もう1回だけ謝りでやろうか。甘みの ST でやってる場合、偶数での ST 中にぶち当てなきゃ得した気になんねんだけど、当たってねえんだよ。奇数の ST が全部スルーしてるからイライラしてる。あ、全部じゃねえや、奇数の ST だけスルーしたからイライラしてる。あ、手元、じゃあ当たり、あ、当たりですね。俺すごくね、普通にテンパることがあったら多分当たりじゃねえっつったらありましたね。僕はマジで初打ちで何も調べてないんですよ。でも本当にパチンコに真に向き合ってたらこういうことが言えるわけです。すげえな俺。やはりテンパイ煽りなしで普通にテンパることがあったら激アツなんじゃないのって今出ましたね。こういうとこだよ他の演者さんは。でもしかしたらステップアップが出てステップ2まで必ず行く。いや微妙かな。あーダメだ、黄色だ。このままノーム、あースーパーいちゃった。だから黄色でしょ、ほらダメ。すいません、本当にパチンコに真に向き合ってたらこういうことが言えるわけ。すげえな、内部的にはワスーパーだったと思う。俺すげえよ今、君いなかったけど君がいたら感動する出来事って言ったら、ほら ST 中さチンチンスッスッって向き合ってたら言ってたじゃん、出たからさって。すごくね、俺今日さ何にも調べてないの知ってるよね。まあチンコ大好きなんて言ってたらそりゃね、これぐらいは当たり前です。チンチンカスタマイズできるんだったら強いにしといた方がいいかも。よくわかりました、よくわかった。うわ、僕チンチンマスターっていうかチンコマスターなんで、あれで全部わかりました。チギューだからできればチンチン玉をたくさん取りたいですよね。人のアイドバイス通りに動いて成功して、まあいいですよ。一応ちょっと強めにチンチン玉をぶち当てて左右からスッスッて向き合ってたらいいですよ。玉溜まってるかチェックして時には打ちっぱなしにしてください。チンコって、あと甘多分当たらないです。甘みシリーズの特徴として最終5回転目だけリーチになりやすいっていうのが多いです。だから5回転目のリーチはちょっと信用しないでください。ジャイロさんがパチンコ好きだよっていうぐらい信用しないでください。ただジャイロさんよりもチンチンコ見る目は確かなんで、ジャイロさんが面白いって言った代は本当に面白いです。だからなんかツイッター界隈で暴れてるあのコンサルさんに金払ってるならバカな法人さんは速攻で俺に切り替えてください。もちろん常に溜まるようなチンチンだったらいいんですけど、基本的には枯れるんで、基本的には今のチンチンって増えるんですよ。だからしっかりとねリーチがかかったら止めたり止めなかったり、お手地の様子を確認して打ち出しを工夫していく。ボケとチンコ眺めてるようじゃ勝てません。俺は天才だから。なんか今日プロらしいことばっかり言ってるな、怖いな俺。あーもうこれは揉んでもらうしかねえ。マネガンチマッツ、あーマネガンチ、あーは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 うん、あうお、なんかねダメな気がする、ダメな気がする。バイブもねえし先読みもないし、あーこれ外れる魚群だと思うな。ただ当たったら保留がゼロな状態だから美味しい。でも多分ダメくせえ、ここで外れる。嘘、じゃあやっぱり、おおどどよかった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 。
まあこうブオブオってなったらあんま嬉しくないけど、今回も保留ゼロの状態で当てたんで4回転得したことになります。いわゆる当たり中と電サポ中で絶対へそ掘り埋められるから、今のは当てたかったね。今すっげーイラッとした。お前俺の解説を止めるな。山陽日差し、あーでもこっちだと関係ないか。今強い日差しだったんだけど、あれ海モードだと強いんだよな。おお、リーチ連続最後。あ、でこれアニメリーチだ、激アツのリーチだ。1で水上ジャンプ3人バージョンになるんですね。いった、あー終わった。76回転。あ、テンパるか、変動が長いチャンスですね。あ、超ロング変動でこっちね、これがあるからスーパーズジャイチャンス。クラゲかよ、へそ掘りでそのまま刺されや。あとここのエフェクトの色今青だったけど、あれも影響したかな。あ、フォロー目、時短回数は格下げですけど、あーやっとこれ ST でよかったって。今タコで当たってフグで当たったじゃない。あの海 3R2 だとこれで格下が終了なんだけど、 ST タイプだとこれでよしになるから、やっと ST 機でよかったっていう瞬間が来たね。しかしこの歌はよっと保留で当たってる。保留連告知です。キンハイビゾーンですね。できれば後ろ2番手が、これ保養にあると当たりが2ついる可能性があるんですよ。後ろの方に光ってくれたらその手前で当たってる可能性があるし、 ST タイプじゃん、だからできれば ST の後ろの方で当てたいから、可能であればケツで当てたかったね。潮の流れだけだとリーチは厳しいか。 OK リーチだ。シャチだからスーパー濃厚だけど、スーパー行ってほしくない、ノーマルのは強いんだから。うおぉびっくりした。あ、10ラウンドかも。ほらロングバイブしたから、ありがとうございます。これは当たりです。これ外れたら山陽本社をします。日本橋にあるマックスだよ俺だ。でこの時なんだよ、この後の保留、この後 ST 連しない方が俺はいいと思ってるの。本音を言うとしてほしいような、してほしくないような。時短が100つくから、この残ってる保留で偶数ぶち当てた日にはうーんってなっちゃうんだよね。もちろん偶数当たって損ってことはないと思うんだけど、ここ難しくて、まあもう一回さ5回転もらえるからいいんだけど、 ST5 回転は要は50回時短と同じだと考えてるんだよね俺。 9.9 分の1を5回転、99.9 分の1を50回転、多分一緒なんだよ、渡り期待度。だから偶数をこの後当てちゃうと実際損なんじゃないかなって思うんですよね。要はこれ抜けて時短を消化させてもらった方が長い目見ても得かなって。でもやっぱ ST でぶち当てたいし、ここがね一番俺が海の ST タイプ嫌いなのがここなんだよ。だから俺海さんがあるとか太鼓の方が好きなの、ループだし。当たってほしいような、当たってほしくないような、そんな気持ちになる。やべ、あ、危ない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 、セーブセーブセーブ。いや、おとなしくしてるよマリン、ここはスルーでいいからな。やめ、あ、大丈夫か、これなら多分リーチにならない。 OK 弱いからアイコンが、ここは引かなくていい、ここは引かないが正解。うん、多分大丈夫だな。ST で当たらない方がいいと思う。これ大体ね論争になるのよ。で逆張り大好きプロがいるんですけど、結構あの ST スルーした方がなんだかんだいいと思うよって、いやそれはないって言って、で別の海が出た時にやっぱ ST 中当たった方がいいよねって、いや当たらない方がいいって言ったやつが本当にいるから、うわー、とにかく逆張りしたいゴミクズのような人間が過去に一人だけいました。とにかく相手を否定するのが好きな人間っているじゃん、それを炙り出せます、甘みを。はい、この店今日ちょっと雨降ってるんでね、カウンターで言うと傘を借りられます。で大小はあるんですけど、こっちが一般人のおちんち、こっちが僕のおちんち、こっちが好き。いやちょっと選びづらいんですけど、でかでか
誕生かわいい赤ちゃん城。バイブはなーい。うお、いやダメくせ気がするんだけどこの曲。あれ背景のあれはチャンスアップ OK。 あんま6からなんになっても嬉しくねえけど、ただ今までの梅シリーズよりも多分テンパイしにくくなってると思うんで、なんでレッツゴーが黄色なんだよ。あ、でもあかんあかんあかん、これまで行ってほしい、行け、行け、ダメ、ダメなの、いた、よかった、4回転目。ウルトラマン太郎だったらこれでラッシュ突破、突入しましたね。ちょっとね、今日ね、太郎見てきたら、太郎結構良さそうなんだよ。あ、今日は打たないけども、今日の今投資が1万1500円だから、もうちょいでプラスだしね。で、回り始めてきているんで、いや、捨てる理由はそんなないんですよ。ただぶっちゃけあの海さんあるつ試して。ただあれだと21ぐらいかな。気になるのが、その左の台を2台あるんだけど、左の台の方がちょっときついの、状況が。それでも若い兄ちゃんがなんか粘ってるから、あれ多分回、それなりには回ってるんだと思う。それを考えると右のやつは109回転で捨てられてるけど、実際はもうちょい回るんじゃないかな。5000円で109だったら捨てないような気がするけど、マリンモードの方が ST は面白いかもしれない。で、何もなかったらもう諦めてください。テンパることはあるでしょうけど、でこの中流れてくるのも基本的にダメです。あのマリンちゃんが 2D っていうかアイキャッチ、あれ、あ、これはリーチか。え、なんで膝必要の出てたやん、ふざけん。あ、でもあれか、はい、341341、バカ。多分ね、いきなり341が止まることあんだよ、これ絶対あるはず。もう一回チャンス目、オッケー。なかなかね、マリンボード2回3回ってチャンス目来ない。もう一回来るんじゃない、オッケー。これは大チャンスです。裏読んで当たって昇格かな。これチャンスアップなんだっけ、キラキラが激しいんだっけ、魚群。あ、違う、魚群、あ、そうか、わかる、ラッキー。全長が、貝が赤くなった。これちょっとチャンス、まだあってチャンス目、いいよいいよ。これはちょっと行ってほしいですね。くれれれれ、くれ、長えな。まだ行く。
あれ赤より上なんだ、銀の方が。これジャンスベ船長も3回行ってるから、これを当たってほしい。ピンク3匹出して、ピンクのやつ強いんですよ。ピンクでしかも3匹いるから、これはだいぶ強い。予告は問題なし、だから玉が出るわけです。でチャンスアップすごい、はい、だから当たる。すごかった。で仕草予告が出る街ですね、マリンモードは。変動開始時でほとんど分かっちゃうと。だから何にもなしの変動は外れ、これもダメですね。そうじゃなくてマーリンちゃんの仕草予告、ああダメだ、イラストが出てくるやつじゃないと。うわ、これがピンクだったらまだ良かったんだけどな。ただ魚群さえ出ちゃえばなんとかなるんですよ、マーリンモードは。あ、出た。でもスノーが普通だからチャンスアップじゃない。そろそろ外れそう。うわー10ラウンド、これ一番うまいケース。要は偶数で当てて25の時短で引き戻した上に10、いわゆる残り時短が無駄になるんですよ、時短中の引き戻しって。だから時短の引き戻しはできればあの偶数あたりの後に欲しいんですよね。それが来た。でやっぱ 10% だと割と引けるね。これで19回目の当たりで2回目です。さあ今回マリンちゃんおとなしくしてていいからね。ハズレですね。10回転連続でリーチがかかんなかったらどうかと思うけど、おそらく今回の雨海 ST 中のリーチ発展率下げてそうですね。その分よくは ST 中のテンパイが強くなってます。こっちの方が好きですね。今までの雨海シリーズは ST 中にテンパイにしやすすぎ。あ、カウントダウンの、じゃあ魚群かな、あるんだ。はい、ゼロで魚群出ます。これ4か。もうちょい時短稼ぎたいんで、外れてもいいし当たってもいい。むしろ外れるならこのタイミングの方がいい。カウントダウンはその時点、あ、ヤッホーって言ったからチャンスアップだ。じゃあ当たりますね。はい、ドン。できればもうちょい時短後半稼ぎたかったけど、カウントダウンは基本的に時短中しか出、時短と ST 中も多分出ます。どこどこどこ、いやーこの次か。一応こうなると実は僕はこの残り3つの堀は外れなんちゃうんって思っちゃうんだよね。だから後ろの方にね刺さってほしい。ただここを放置しただけで残り3つに当たりがある可能性は十分ありますよ。さすがにバイブついて呼んでて逆の手ってくれれば当たる。嘘でしょ。いや3だろ。そうだよね。あ、10ラウンド、これ魚群出て熱いです。あ、中田多分当たる。はい、店内散歩なんですが、9月9日に一つの万倍日、大安に並ぶ縁起のいい吉日、この日にストーカー君が来てたらしいんだけど、めちゃくちゃ店内良かったらしいんですよ。そこで予算を持ってかれたのか、今日は本音を言うといつもよりは弱かったです。それでもひどくはないんですけど、いつもがいいからね。ただそれでも僕が大嫌いな無双はずっと埋まってますし、ガロも空き台があるように見えて全部埋まってます。で海ジャパン2が結構動いてるんで、もしかしたらここに当たりがあったかも。奥の沖縄5もずっと埋まってますね。でいつも通りゲンさんは強いです。ちらっと見たけど、今日ほど動画じゃなくてツイッター実践の連中が羨ましいなと思った日はないです。ライトゲン空いてるの。空き台あるんだ。え、ライトゲームもいいわ。こっちちょっと今日はね、アマが元気ない感じかな。ただこれを見て多分妖精さんやべ、次回アマ頑張らなきゃってなると信じてるんで、次コースアマ狙おうかな。あとはナナシーがすげー動いてる。ずっと打ってるよね。だからいいんだろうね。あ、クーカちゃん打ってんじゃん。目が死んでるけどどう、両隣が高設定そうって言ってたけど開いたの。それがって、まだ打つの。そうだね、この後エンディング撮って。お疲れ様です。ということで、まあ金閣寺出たり絶頂何度も引いてる台もあったりと、ゲインいっときゃよかったかな、79番だったら。
お疲れ様です。はい、投資が16,500円、4125発で、回収が2025発なんで、まあ2000発ちょいのマイナスか。いやーダメだね。何がダメかって、回転率はまずまずだったの。最終的な回転率は22弱くらいで、まあぼちぼちまったり打てるレベルではあったんですが、しんどい、疲れちゃいました。で、今日ほどツイッター実践で立ち回ってる人たちが羨ましいと思ったことはないです。79番という番号を聞いたんで、ゲン座れたんですよ。全然、ただゲンはね、飽きたという声が多く、で、まずまあ主張も考えるとアイマリンかなと思って、アイマリンの島に行ったのはそういうことだったんですけど、横の比較ってやつで台を見比べてた時に、あの台が良かったんで、これだと思って座ったんですよね。やっぱ主張を最優先で立ち回るとこうなる。アイマリンはまだ入ったばっかで、お店としてもどういう方向性で扱っていいかっていうのもあっただろうし、多分辛いって出てくるはずなんだよね、台自体が。だから次回はもう少し回すんじゃないかなとも睨んでますね。今までの甘みだったらあの回転率で十分なんだけど、ちょっとアイマリンはもう一声回すしてって感じかな。今回は島の中でも、島の中にメリハリという形だったんですが、次はどうなるのかな、楽しみですね。次何打とう。海さんアルツ行っちゃう。しかし魂が開かなくなるとはね、やっぱ嬉しい限りだよね、打った台が反応してくれるって。というわけで今回はアイマリンお届けしました。一つ後悔してるのが、おそらく人気は持たないので視聴が稼げねえなっていう、そこですね。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。あれはつまんねえわ。うん、違うのよ。なんつうのかな、結局全長待ちとかだったら近江砲打っちゃえばいいし、なんかあれだったら海打たなくてよくねって思っちゃうんだよね。99分の1に感じないのよね、当たる気がしねえというか、重く感じる。もっとボケーって打ちたい。